どうも、佐野村よ、バラス。今日は何の日？今日は母の日ということで、皆様日頃の感謝をですね、お母様には告げたでしょうか。カーネーションを準備しました。まあ増加なんですけどね。駅前のさ、シャッターが閉まった店の前とかでさ、たまに占いの母がいるんですよね。東京のあらゆるところにいるお母さんにですね、カーネーションを渡していきたいと。おーもまー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 じゃない。母の日なんでちょっとカーネーションを今回。はい。ありがとう。よかったらカーネーションです。母の日なんで、うん、手紙を書いてきました。お母さんに手紙を読ませていただきますね。お母さんへ。お母さん、今日まで僕を育ててくれてありがとう。僕は今日までたくさん迷惑をかけてきました。小2の春、寝てるパパの眼球にセメントを入れたこと、中3の夏、姉と肉体関係を持ったこと。お母さん、あなたのお母さんにあげとけ、ほら、あなたのお母さんにあげとけ、ほら。まだ僕に居場所があるなら、これからも TOKIO として帰ってきたいです。息子より。あなたのお母さんにあげたら。あ、カーネーション気持ちだけど。あ、そうなの。はい、はい、ありがとう。幸せな一年になりますように。やった、楽しいな。お母さん、もうすぐ母の日です。あー、先あのカーネーションです。カーネーションで、チンゲンネーションみたいな、鍋とかに入れるカーネーション。どうしたんですか。ちょっとお手紙を。でも初めてですね。お母さん、お母さんに言いたいことが一つあります。っていうか私知らないから。あなたに夢ができました。小学校は野球部のエースだった僕は、中学で肘を壊してアームレスリングの選手に転向し、全米3位まで上り詰めました。そして28歳でキューピーマヨネーズに就職できました。そして今日36歳になって、やっとやりたいことが見つかりました。俺、バーチャル YouTuber になるわ。なりたい自分になれる気がします。おめでとうございます。頑張ってください。わかんない髪型してこうやって揺れるやつ、はい、こうやって子供のつもりで揺れたんですけど、なんかこういうやつ。山王新幹線はのぞみです。のぞみなんだ。